いくんじゃ。最近なんかあの喋り方がドリフの怒りよ長介みたいになってきてるなと思う自分でも、なんかそういう感じの合間のコーナーが始まるまでのあのね、コントが始まるまでのあのナレーションみたいな、怒りよ長介のナレーションみたいになってきたなとか思いながら見てるんですけども、最近のあのでもね、あの UFO キャッチャーってさ、取れねえな。なんかもうちょっとずらしてちょっとずらしてとかさ、こう取れるものってないよね。こう取るんじゃなくて、なんかこうちょっとずらしちょっとずらしちょっとずらし、ああ、見切れる俺そんな感じでさ、こうやって普通に取れたわけで、ウィーンってこれ、はい、ワンピーストラファルガローヘッド2つバージョン2 way head でございます。今までこれワンピースのね、あのシリーズとかちょっといろいろフィギュアあるんですけども、ローがなかなかな、 POP のローを買おうか買わないでおこうか、ちょっと調子のいい時というか、まああんまりあのなんかあのいやらしい価格になっていない定価の時にね、買おうかなとか、どっかで見かけたら買おうと思うんですけど、なかなかローがなくて、ローの、2way シリーズのこう UFO カチャあったので、ちょっと撮ってみたんですけど、まあ、結局これもこうずらして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 コロンみたいな感じだったんですけどね。まあでも頭こういうブロックのあったんですよ。ブロックこんなのあったんですよ。こんなブロック骨だけヨホホみたいな、ヨホホホホみたいな。パンツ見せてもらってもいいですかね。チョウさんですよ、チョウさんね。ワンワンはチョウさんですからね。ということで、ワンワンはチョウさんですよ。探検発見僕の街ですよね、チョウさんですよ。僕らのチョウさん、あれよく見てましたからね。あれがチョウさんで、いつの間にかブロックで、まあこれを開けたいと思います。こうなってます。オープン。完全に段ボール、完全に段ボールでございますが、そこを開けるとオープン。ダラダダラダダラダダンダラダダラダダラダダン。ここに、顔が2つね、ローの顔の帽子かぶってるバージョンと帽子かぶってないバージョン、そしてローの刀、そして体となっております。今服切りかけたハサミで、やばかった今。はい、まずローの体でございます。ローのあの体、これは T シャツバージョンじゃなくて2年後の方ですね。それに刀をこう持つことができます。ドワンゴみたいな。はい、ということでローができました。なかなか顔はね、どうでしょうかね。でもなかなかいい顔してますよ、かっこいいですね。ほら、刀もこうちゃんとなってますし、死の外科医トラファルガーローでございますよ。ちゃんとこの手とかもね、指とかもほらちゃんとこう書いてますよ。ただちょっとこう、刀がねすごく持たせにくい、落ちそうな感じなので、まあでもこういう感じでねやってます。で、頭がもう一つついていますので、この頭がこう帽子に取ったバージョンにもなります。顔は表情もねちょっと違うんで、ということでワンピースのトラファルガローの UFO キャッチャーで撮ったトラファルガロー頭が2つあるよバージョンでございました。さよなら。ローでございます。ローでも怒りや長介でございます。